中等成分は日本の法学者、名古屋大学教授、博士名古屋大学、専門は商法。1999年、一橋大学教授であった中谷岩尾はソニーから社外取締役就任を要請されたが、人事院は兼職を認めなかった。このため、中谷岩尾は一橋大学を辞職し、ソニーの社外取締役に就任した。 中東は、中谷氏は、遅からず、私立大学に迎えられるのであろうが、国立大学に身を置く者としては、有能な人材が、このような形で、私立大学に流出することは遺憾であると述べた。ABCDEFG 教員詳細、中東西部名古屋大学役員等、法制審議会非常事件手続法、家事審判法部会委員等名簿日本。 学術会議連携会員一覧法制審議会会社法制部会委員透明簿最高裁判所民事規則制定諮問委員会,員当名会,会委員透明簿東海北陸地方社会保健医療協議会委員名簿東海北陸地方社会保健医療協議会部会別委員名簿法制審議会会社法制部会委員透明簿中等成分 取締役会改革の行方法学セミナー537号23ページ。ありがとうございます。